コンドームバトラーゴロ第56話のあらすじ。おめえなぜコンドームを使わずにコンドームバトラーをしたんだ。感じるか敏感で勇敢な青年よ。私はもはや何も感じないのだ。俺危ない。大きくなったなゴロ。だがお別れだ。あなたは。その正体はゴローが勝手に死んだと思っていた生き別れの父だったのだ。私はコンドームマスターとしてどんなコンドームバトルも必ずコンドームをつけてきた。だが25年前のあの日はコンドームをつけなかった。父さん。それはなゴロー、お前を授かる。行くぞゴロー、ここはもう限界だ。父さん父さん父さん。そうか、ゴローのお父さんは大切なその時が来たからコンドームを使わなかったってことなんだね。もろもろ分かったよ父さん。ゴローよ、コンドームを使え。いつかコンドームと別れる大切なその時まで。それまではみんな